こんにちは。We Like Stones の古川です。前回から、誕生石ワイヤーラッピングシリーズという感じで、前回はガーネットを巻きまして、今回は2月の誕生石のアメジストを、ワイヤーラッピングしていきたいと思います。はい。じゃあ今日使う石はジンバブエ産のアメジストを使いたいと思います。両剣なんですけど、ちょっとちっこいポイントがついてたり剥離痕があったりのアメジストです。でも照りと色がすごい良くて、このアメジストを選んだんですけど、ちょっとラッピングに、まあ若干ラッピングしづらい形っちゃ形ですね。で、選んだ時に大体もうラッピング方法はいびつ、ラッピング方法は、いびつな水晶だってしっかり止められちゃうワイヤーラッピング方法をお教えします。動画のラッピング方法で巻いていきたいと思います。で、正面をここにすると、ワイヤーの運びが割とすっきりいくんでラッピングしやすいんですけど、石的には多分ここかここが綺麗だと思うんですよね。これがこのちょっと平べったくなるん でバランスもいいんで、ここが面だとは、ラッピングしやすいですね。石的にはここかここがいいと思うんですけど、せっかくなんで綺麗な面を出して作っていこうと思います。ここを正面に作っていこうかと思います。で、ここ正面にして、でここのとここの中面にワイヤーを挟んで留めていく方法ですね。こことここにワイヤーでこの中面を挟む感じですね。それでは作っていきたいと思います。だいたい石の大きさの4倍ぐらいのワイヤーを2本ですね、10センチちょっとのワイヤー2本と、あとはハーフラウンドですね。今回ちょっとゴールドフィールドのハーフハード、若干硬い腰のあるハーフハードのスクエアの22番なんで 0.6 ミリぐらいのワイヤーですね。あとハーフラウンド、これも22番ですね。で、ラッピングしていきます。スクエア2本を若干ずらしてまとめ、中心でまとめます。ハーフラウンドで、こことここにまとめ上げたワイヤーが来るようにするので、若干トリッキーな感じになりますね。ま、先端のまとめる部分が、
この2本でここのエッジを挟む感じですね。
ちょっと多そうかな。で、上をハーフラウンドでまとめます。で、バチカンを作って完成です。
完成です。ここの中面じゃなくて、ここのエッジですね、エッジをワイヤーで挟んで、両側のですね、ワイヤーで、2本のワイヤーで挟んで止める方法です。やっぱり最初正面をどっちにするかで悩んだ結果、難しい方を選択したら難しかったです。多分こっち最初迷ってた方を選択すればもう少し楽に止められたかなと思います。なので最初のその正面選びが意外と大事なので、そうですね、一回挑戦してみてまたほどいて、作り直すのもはいいいと思うので、いろいろ試してどこを正面にするか、どこが綺麗に見えるかなど、いろいろ挑戦してみるのもいいと思います。はい、今日は2月の誕生石のアメジストを、ワイヤーラッピングしてみました。使用した加工動画が、いびつな、いびつな水晶だってしっかり止められちゃうワイヤーラッピング方法をお教えしますから引用させていただきました。ちょっと今回使ってるワイヤーが、過去動画と若干異なるので、応用した感じになってますけれど、過去動画も一緒に見て、ぜひ挑戦していただきたく思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらいいねボタン、チャンネル登録の方もお願いします。